宮古町は、福岡県北東部の京都郡に属する町。福岡県の北東部、行橋市の南西側に位置し、筑豊地方と隣接する町である。旧西川町南部は谷や山地が多く、冬場は、積雪しやすいため以前は、野峠周辺に、スキー場もあった。行橋市に隣接する地域や旧都四つ、勝山町域は、 京都平野の田園地帯であり、今川や原川が流れる。また北部はカルスト台地の平尾台となっている。地理的にも交通の要所であり、福岡・行橋を結ぶ国道201号が東西に延びる。筑豊地方との分水嶺である中愛峠を新中愛トンネルが貫き、毎日多くの自動車が行き交う。近年は、 東九州自動車道が整備されたことにより、北九州大分へのアクセスが格段に容易となった。宮古町は、歴史的に重要な遺跡や遺物などが、数多く発見されている。部前国の国府跡や、国分寺跡も豊津地区で発見されており、部前国の中心地だったとされている。現在、国府跡地は、部前国府跡公園として整備されている。1866年、 長州藩の第二次長州征伐により攻撃を受けた小倉藩が小倉城に火を放ち、城から撤退。後、小倉藩は藩庁を現在の旧豊津町に新設した。豊津陣屋。1871年の廃藩地県で豊津県の県庁が置かれたが、同年内に小倉県に編入され、後に小倉県が福岡県に編入されたため、 福岡県内に組み入れられた。1876年に起こった、秋月の乱において、戦場となった。この時戦死した氏族の墓は現在、秋月当戦士の墓として残っている。当初2003年から、行橋市と築城郡椎田町、追城町を含む六市町で、法定合併協議会を設けて協議してきたが、2003年11月、旧追城町の離脱で破断となり、 旧市井田町、旧追城町を除く四市町で合併勉強会を発足させるが議員定数で、意見が対立したため合併勉強会は解散した。その後、京都郡3町で合併協議会を設け、新役場の位置などで協議が紛糾したこともあったが、3町での合併に至った。白石春を一気経済、文化面等で、行橋市との結びつきが強い町で、 行橋市の経済圏、生活圏に属する。市外局番は0930で、行橋市、築城町と同一。また、北九州市への通勤、通学圏内で、2000年国勢調査では、旧都四津町、西川町、勝山町ともに、北九州都市圏の10%通勤圏に属す。なお、町域がいびつな形をしており、 豊津地区中心部と勝山地区中心部を行き来する場合、行く橋を経由するルートが最短となる。西川地区中心部から勝山地区中心部に行き来する最短ルートは峠道となっている。旧豊津町のみ、都町に続き大技を表示し、それ以外の2町は合併前の町名に合わせ大技の前に、西川、勝山を冠している。豊津地区。 西川地区などに小規模商業地が点在する程度で、商業の集積は少ない。国道201号や福岡県道58号 C が、勝山線の沿道にコンビニエンスストア、飲食店、スーパーマーケットが点在する。町内を走る平成築法鉄道は、かつては築法丹田からの石炭の輸送になっていた。現在は、築法丹田はすべて閉山してしまったため、 輸送量は大幅に減少している。しかし、歴史的に重要な建造物が未だに残っており、赤村境の第二石坂トンネルは、九州最古の鉄道トンネルである。第二石坂トンネルは1999年に、国の登録有形文化財に登録されている。西川駅、JR 日報本,本線では、旧葛山、西川町からは、行橋駅、旧豊町からは、 ニュータワル駅、または、追記駅が最寄りである。また、平成築法鉄道豊津駅は隣接する、行橋市や止めに位置する。サイガーミニバスの車両かつては、現在の町域の各地に西鉄バスが運行されて、いたが、2000年代にすべて廃止され、以下の各事業者、路線で代替されている。町内には、国道10号、国道496号、 国道201号などの主要国道が伸びており、国道10号経由で、北九州市、行橋市、大分方面、国道201号経由で、田川市、福岡市方面、国道496号経由で、北市方面へのアクセスが容易である。町内にある東九州自動車道宮古、豊津インターチェンジは2014年12月13日に開通した。開通前は、 東九州自動車道行橋インターチェンジ、大分自動車道北インターチェンジなどが最寄り IC であった。高速道路一般国道県道最寄り空港は北九州空港和個人ありがとうございます。